で結構来ましたね、なんか清掃機。ああ、すごいね。うわ、着るわ。そうですよね。タクシーでも着るわで、いろいろですけど、1年目に来た感じですけどね。はい。じゃあご挨拶、はい、はい、皆さん、はい、こんばんはですかね、こんにちはですかね。こんばんはですかね。はい、こんばんは。はい、こんばんは。今日は、リスナーさん取材。はい、ストーリーライブに、ね、お越しくださいまして、皆さんありがとうございます。ストーリーミュージックビデオ上映会ライブですよ。ね、まだ寒いですけどね、夏のことを考えて。はい。じゃあここでね、ひとみちゃんね、はい、夏にちなんだ小話をちょっとやってみましょうかね。はい。はい、ひとみちゃん、はい、夏が好きな魚って何？はい。出た。そうでした、はい、テイク2、はい、今の見なかったことですよ。これでも配信されてるんですよね。あ、そうだった。すいません、すいません、本当にうっかりしてました。はい、ひとみちゃん、はい、夏が好きな魚って何？サマー。はい、ということでね、はい、はい、初めての人は上手にできました。じゃあ最初の曲でございます、はい、弓沙奈さんのね、はい、作詞作曲、はい、ミラクルパピオン、はい、聴いてください。Thank you.
とこれどういう意味ですか。パピオンっていうのは、はい、蝶々。さすがですね、トンボと言わないところがね、蝶々。カブトムシじゃなくて蝶のようにね、ね、舞い上がって、舞い上がって、はい、行きましょう。水沢さんの曲、ね、素敵ですね。いい歌でございました。いい歌、元気が出ますね、はい、今日は徹底的にね、はい、夏ストーリー、そう、夏にちなんでいろいろお届けしていただきたいと思いますけども、はい、次はさっき小話でしたからね、はい、じゃあ夏にちなんだ謎々、謎謎、はい、ですね、困ってますね。はい、はい、はい、夏に、夏、夏に、に、はい、はい、問いかける、問いかける、うん、問いかける食べ物は何でしょう。夏に問いかける食べ物は何でしょう。はい、はい、じゃあ納豆。ああ、ほぼ正解かもしれないですね。納豆でも OK なんですけども、ひとみちゃん、ひとみちゃんが、はい、夏とですからいいんですよね、うん、ひとみちゃんが考えた模範解答はこちらでございます、はい、はい、どう夏どう納豆と納豆だいぶ違うと思うんだけど、みーちゃんにね、ドーナツ差し上げたいと思います。いいな、はい、いいな、いいな、おめでとうございます。いいな、うん、ドーナツね、もう一つありましたから、エルビス・プレスリーが好きなそちらのお兄さん、はい、はい、素敵なお兄さん、あ、どうもありがとうございます。やったぜ、ドーナツでしたね、ドーナツでございますね。セブンセブンって書いてあるのすごい、はい、ではね、また2曲続けてお届けしたいと思いますけど、2曲目は今日どちらにいらっしゃいますかね。作曲、作詞の先生、はい、受付をなさってますね、はい、夏生まれの、はい、はい、8月10日生まれ、はい、山口治先生が作っていただきました、はい、この星いっぱいのキス、そしてガストが滲んだ夜、2曲続けてどうぞ。I'm not afraid to die.
Thank you.
ございましたね。はい、ちょっとお水飲んで、水飲んでください。水分取らないとね、乾燥してますからね。はい、飲んでる姿も美脚あ、取り損ねた。今日はね、OS1 じゃないんだよ。今日は何ですか、それとも、ね、今日はね、イミューズですね。イミューズ、この免疫力上がると言われてる。そうですね、今評判の飲み物ですね効果ありました。効果あります。あります、ね、はい、風邪もひかずに。そうですね、はい今日はですね、なんかいっぱいカメラとかあるんですけど、ね、世界中にね、ひとみちゃん配信されてるそうでございます。素晴らしい、はい、北ははい、北千住から南は南千住まで、はい、世界144カ国まあちょっと狭いレベルですけどね、足立区とか荒川区でご覧いただきたいと思いますけど、はい、じゃあ皆様にね、はい、視聴者の皆様にプレゼントが、プレゼント今日はありますね。今日の視聴者プレゼントは、ひとみちゃんが出演しております英会話の本。はい、はい、またミラクル瞬間英会話です。はい、はい、英会話で大切なことは何ですか。はい、うん、主語と時制と発音ということで、はい、はい、これを抑えると2週間寝場できるようになるということだね。はい、日本人の苦手なところでございます。これをひとみちゃんがね、コンセス丁寧に教えてるというすごいなぁ。ひとみカムカムエブリまで超えてますね。はい、いやいや、じゃあこちらの本を今日は北千住から南千住の間にお住まいの方何人に来るんですか。何人、はい、それで500名の方に、500名、そこ住んでるかな。はい、じゃあ宛先を、うん、株式会社ラウンド、はい、東京都新宿区矢吹町361、はい、東京03-3268 2311まで、完成はがきで、完成はがきでご応募ください。よろしくお願いします。はい、じゃあ会場でね、どなたか勉強したい方、あ、そちらの、あ、そちらの、ね、どうですか。はい、ひとみちゃん、はい、じゃあ美女、美女、はい、美女って言って私ってね。はい、じゃあ美女さん、どうぞ。いいな、まあ、しょうがない。勉強してください。では続いての歌、はい、ユミサラさんは、はい、墨田リバー FM、 そうですね、プチ墨田リバー FM でユミサラのお時間でね、ラジオをやってますけど、月曜日の夕方ぐらい、そうですね、はい、そんなね、ラジオっていいですよね。ラジオいいですね、はい、じゃあラジオの歌を歌いましょうか。ラジオの歌を歌いましょう、はい、ではお願いいたします。流星ラジオ聴いてください。
そう、なんかね、見えますね。はい、え、報道陣の方前でね、しっかり撮って、しっかり上げるから、ね、はい、しっかり撮りました。あとローアングルも OK ですね。はい、あとこうやって撮ります。もう寛大ですかね、ひとみちゃん ね、もうされるがまま、されるがまま、いよいよね、最後の曲になってしまいましたけど、ね、今日はショートバージョンか、え、まあこういうご時世なんでね、はい、まあ、これは控えめにということで、まあ、最後の曲に行く前に今日は徹底的に夏にちなんで最後もなぞなぞいきましょうか。夏になるとひとみちゃんはね、宮城のご出身ですから、田舎に帰ったりします。そうです、そうです、もう実家の近くのなぞなぞでございます。はい、ひとみがですね、はい、実家仙台に帰るときに、帰るときによく見かける花は何でしょう。さあ、実家に帰るときよく見かける花、フラワー、何でしょう。何でしょう。今日もね、池袋東口激パ3階席までいっぱいです。3万人ぐらい入ってるんですけど、誰一人わからないんでしょうか。どうしたんでしょうか。星さん、はい、はい、星さんですよね。星さん、はい、はい、どうぞ。まあ、花って言ったら想像種類ないですからね。何か言えば当たるかもしれませんね。はい、お堀さん。お堀さんね、あんまりね、あんま話知らないよね。なんだろう、はい、わかんないな。はい、じゃあ、はい、カリフラワー。カリフラワー、正解ですね、ほぼね。はい、カリフラワー、ほぼ正解ですね。なんでこれね、2種類あるんですけど、アボカド好きですか。はい、じゃあアボカド、はい、はい、外れてるよね。でもどうしてカリフラワーと思ったの。カリフラワー、うまい、さすがですね。ではひとみちゃんから模範解答を教えてもらいましょう。はい、模範解答、桔梗。桔梗なんですね。明智光秀の紋章だな。キウイが一つ余りましたので、ビタミンが足りない方いらっしゃったら差し上げたいと思いますけど、じゃあ星井さんどうですか。あ、そうですね、星井さんね、星さん、ビタミン、ビタミン、うん。ありがとうございます。痛みを取って肌も美しく、ね、はい、アンチエイジング、はい、疲労回復にいいですから ね、はい、はい、ちなみにキウイ、キウイ原産国どこだか分かります。キウイ、うん、キウイ、ヒントです、僕発音しますから、それでちょっと感じてください。キウイ、んキウイ、リンリンランランシェシェキウイ、中国、正解。そうなんだ、中国なんですキウイかね。まあどこでもなってますけどね、キウイね。でもこれは高級なキウイでございます、ね、はい、はい、素晴らしい、素晴らしいですよ ね、 いすね、はい、エンディングするけど、はい、行きましょう。おっしゃっておきませんけどね、やっぱりね、ゆみさらさんの取材なのでね、はい、ゆみさらさんの曲、ブルーバード、夏ストーリー、ブルーバードもいい曲ですよね。はい、ストーリー、はい、ぜひ聞いてください、聞いてください。Thank you.
配信の皆様、配信を見てくださる皆様、そうやって会場に来てくださった温かいお客様とかけまして、はい、お腹の大きくなった、はい、公務員の違う、あ、違うな、お腹の大きくなった、女子社員さんとときます、はい、はい、お腹の大きくなった女子社員さんとときます、その心は、はい、サンキュー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 。